はい、どうもこんばんは。こうやって話すのはすごい久しぶりな感じがします。今日話していく内容なんですけど、その虐待を受けている時に、どうやったらこれ以上虐待を受けないで済むかみたいな話なんですけど、そういった方法があるんだったら、ちょっと教えてみたいな内容だったんですけど、それについてちょっと話していこうかなと思います。で、実際に僕がそういうふうな、虐待を受けてる時に、思ってたことっていうか、何て言うんですかね、これをしてたら大丈夫っていうのは本当はないんですけど、自分の中で一定のルールみたいなものができてきて、例えば朝起きた時に一回挨拶をして、その後にテレビを何分見たらその日は大丈夫だったみたいな、ジンクスっていうんですかね、一種のおまじないみたいなもんですよね。これをやってれば大丈夫みたいな、実際そんなことないんですけど、気がつけば大丈夫だった日何をやってたかなっていう、あの日はこれをしてたから大丈夫だったんだって、じゃあ今日もそれをやろうっていう、自己暗示っていうんですかね、これをしてれば大丈夫っていう、そういうふうにしか物事を考えれなくなってたっていうか、そういうやり方で逃げてた、心の拠り所を探してたっていう。だからもっと具体的なことを言えば、怒られないようにするだとか、機嫌を損ねないようにするとか、いろんな方法あると思うんですけど、僕の場合は機嫌を取るとか、怒られないようにするっていうよりも先に、これをやってれば大丈夫みたいな、ルーティーンっていうんですかね、大丈夫だった日のことを思い出して、今日もそれをすれば大丈夫っていう、現実逃避ですよね。だからこれをしてれば虐待を受けないみたいな、そういう方法はないです。で、もし今、虐待に近い行為、もしくは虐待を受けてるっていう人がいたら、無責任に聞こえるかもしれないですけど、一人じゃないんで、もしこの動画を見てですね、何かきっかけになって、脱出するだったりとか、現状を打破するっていう意味合いで、何かきっかけになればいいなと思ってこの動画を撮ってるっていう気持ちも正直あります。だから一人で抱え込まずに、友達に相談したりだとか、信頼できる人に相談したり、そういう環境に身を置けてないっていう人は、当時僕ができなかったんですけど、自信を持って思い切って逃げ出してみてください、その環境から。世の中悪い人たちばっかりじゃないんで、きっと助けてくれる人がいると思います。あんまり趣旨がないような動画になってしまってるかもしれませんけど、虐待からどうやったら逃げるかっていう、虐待を受けなくて済むかっていう方法は、僕の考え的にはないですね。その現状を変えたいって思うんだったら、自分で努力して逃げ出すしかないと思います、その環境から。以上です。